皆さんこんにちは。相模女子大学附属図書館です。今日は図書館の資料の探し方を紹介します。それでは早速始めましょう。さて、ガイダンスのタイトルになっているオーパックとは何か知っていますか？オーパックとは蔵書検索システムのことです。附属図書館のオーパックはこのような画面です。今日はご自身のスマートフォンやタブレットでオーパックを使いながら資料の探し方を学んでください。 QR コードからオーパックにアクセスしてください。準備はいいですか？ガイダンスの内容はこのようになっています。この動画では入門編を紹介します。一番簡単なオーパックの使い方を紹介します。キーワードを入力して検索します。今回は図書館で検索してみます。表記がわからない場合はひらがな、カタカナでも検索できます。キーワードを入力したら検索をクリック。検索結果が表示されます。検索キーワードが黄色くハイライトされます。気になる資料があったら資料タイトルをクリックします。書誌、資料情報が表示されます。資料情報の見方を説明します。一番上の世界の図書館からという部分が資料タイトルです。次が編著者です。誰々著や誰々編集と表記します。次が出版社と出版年です。シリーズものの場合はシリーズ名が表示されます。次に所蔵情報の見方を説明します。配置場所とは資料が保存されている場所のことです。請求記号とは本の背にある3段ラベルの記号のことです。オパックの画面上でカーソルを合わせると実際のラベルのレイアウトを確認することができます。勤怠出区分とは貸し出しできるかどうかの区分のことです。貸し出し可または貸し出し不可の2種類があります。状態は利用できる状態かどうかを表します。廃下済みとは書架に置かれていてすぐ利用できる状態のことです。返却予定日と予約件数は貸し出し中の場合のみ表示されます。